ルーベン・ロフタス・チークはイングランド・ロンドン出身のサッカー選手。プレミアリーグ、チェルシー FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。8歳からチェルシーの下部組織に所属。2013から14シーズンには FA ユースカップに参加し優勝。2015年には UEFA ユースリーグ決勝でタミー・アブラハムやドミニク・ソランケと共にプレイし初優勝を成し遂げた。 2014年12月 UEFA チャンピオンズリーグのスポルティング CP 戦でトップチームデビューを果たした。2015年1月マンチェスターシティ戦でプレミアリーグデビューを果たした。2016年1月10日 FA カップ3回戦のスカンソープユナイテッド FC でトップチームでの初ゴールを記録した。2月29日 クラブとの契約を2021年まで延長した。2017年7月13日、クリスタルパレス FC に期限付き移籍。24試合出場2ゴールを記録した。シーズン終了後、クリスタルパレスからチェルシーにレンタルから復帰した。2018年10月25日、UEFA ヨーロッパリーグ GL 第3節の FC バテボリソフ戦では、 キャリア初のハットトリックを達成した。2019年5月の親善試合でアキレス腱を断裂した。7月26日、クラブとの契約を2024年まで延長した。2020年10月5日、フラム FC へのローン遺跡が発表された。2016年に U-21 イングランド代表として、トゥーロン国際大会に参加し優勝。 1991年のアランシャラー以来、イングランド人選手として、初めて最優秀選手に選出された。2017年11月、ドイツとブラジルに挑む A 代表に初招集された。11月11日、ドイツ代表戦で A 代表デビューを果たした。2018FIFA ワールドカップロシア大会では、代表に選出され、6月18日のチュニジア戦に、 途中出場、6月24日のパナマ戦と6月29日のベルギー戦、3位決定戦では先発出場した、ロンドンのルイシャム出身、サッカー選手のカールコート、レオンコートは腹違いの2位。ありがとうございます。